これは昔の道路から聞こえていた音。今日の道路からはこのような音が聞こえると思います。でも明日はどのような音になるのでしょうか。2040年までには 35% の車が電気自動車になると言われています。従来のエンジンがなくなるのも時間の問題でしょう。これで世界がどう変わるのでしょうか。電気自動車は気候変動に貢献するのでしょうか。健康に貢献するでしょうか。今日のデータでわかる将来とは。これが What If もしだったら。今回はもしも電気自動車しかなかったらについてご紹介します。2017年アメリカでの CO2 排出は1992年から最低を記録しました。しかしそれでも51億トンあるのでより改善の余地はあるでしょう。ガソリンの使用がアメリカの CO2 排出の3割を占めることから科学者や専門家たちは電気自動車を推奨しています。電気自動車はガソリン車よりも4倍効率的だといいます。これは米国全体が電気自動車を使用すると CO2 排出が 8.4% 減少することを意味します。電気自動車がガソリン車より約200万円高いことを考えても全員が電気自動車にするのは簡単なことではありません。また米国全体が電気自動車を使用すると電気使用量が約 29% 増えます。しかし米国の電気の半分以上が石油燃料から生産されることを考えると本当に意味があるのでしょうか。あるかもしれません。近年アメリカでは再生エネルギーにシフトする動きがあります。そして電気自動車はより便利になるようです。日産やテスラなどの自動車メーカーは長距離走行モデルを約300万円というお手頃価格で提供しようとしています。皆が電気自動車を使用することで温室効果ガスは減り、グリーンエネルギーとそれに関連する仕事は増えます。実際ソーラーパネルの設置は毎年2倍に増えています。また5万人のアメリカ人が排ガスによる疾患で亡くなっていることを鑑みると電気自動車により医療費が低くなるでしょう。どれも良い話ですが、この What If もしだったらはいつの話になるでしょう。毎年電気自動車の売り上げは6割増になっており、車が馬車にとって変わるスピードに似ています。ですからシートベルトをしっかり締めてスピード感を持って未来に向かいましょう。この What If もしだったらをぜひお友達にご紹介し、コメントを残し、今後アップされる動画を楽しみにしてください。